こんにちは、ジャグラーのマロです。今回はジャグリング初心者向けにリングのキャッチおすすめの方法を紹介していきます。で、このリングのキャッチっていうことなんですけれども、普通にキャッチするとこう手につかみますよね。で、それでもう一枚つかむときにこのままつかんでる人っていると思うんです。で、今回紹介したいのはそうではなくて、最初にお見せしたみたいにキャッチしたら手にかけていく、こういうやり方ですね。で、これをやることのメリットは2つあって、1つはこう手を痛めにくいっていうことですね。で、もう1つはキャッチしやすいんですね。やり方はすごいシンプルで、こうキャッチしますよね。キャッチしてこのリングを外側に、ね、自然に外側に倒して、その中から手を入れる、これだけですね。で、キャッチして少しこの手首指先を外に返して、で、このままだとね、自分の手のひらに引っかかってしまうので、少し横に引っ掛けつつ、さらに自分の人差し指とかね、指先を少し使って、この辺で内側に落としてあげる、こういう感じです。で、練習としてはもうシンプルに1枚をね、こう投げてここにかけてみるとかね。で、例えば2枚とかでかけてみて、反対もこうやってかけてみて、そういうのに慣れてきたら3枚を持って1、2、3、まずね、2枚それぞれの手でね、1、2ってやってしまえば急ぐ必要はないので、3枚カスケードしながら1、2、3、ですね。で、この要領で、4枚とか5枚になっても同じようにね、これ習慣でできるようになると本当に楽になりますので、取りやすいっていうことのメリットについてもう少しだけ説明しようと思うんですけど、手がね、いくつも集めなくていいので自由なんですよね。なのでリングがちょっと前に飛んでしまった、後ろに飛んでしまった、横に飛んでしまったっていう時も、例えばね、ちょっと前に1枚ね飛んでしまったっていうのをこうやって取るの大変ですけれども、これが1枚前に飛んでも、今ちょっとね、天井落ちてきましたけど、でも手がフリーだったら全然取れますよね。で、コントロールがちょっとばらけた、で、後ろに行ってしまったって言っても、1枚だったら全然問題ないわけです。で、パターンがね、こう広がりすぎたっていうような時でも、もう余裕で取りに行けるので、ぜひこの取り方使ってみてください。で、この取り方ができるようになったら、一つだけね、アイデアとして、例えば片方の手にこう全部集めるっていう、こう、ジャグリングをしてて、全部集めて、最後の1枚、こうなってるやつをフィンガースピンするとかするとね、3枚とかでもかっこいいですし、まあ、4枚、5枚とかでも、最後の1枚、こうやって決めポーズ取ることができますので、このフィンガースピンね、また別にこう動画撮ったりもしてますので、このやり方わからない方はその動画を見てもらいたいんですよ。こういう風に決めポーズに使うこともできますので、ぜひやってみてください。で、これね、本当に何枚あっても全然構わないっていうことで言えばですね、まあ、ちょっとこれね、例えば、これ全部手で掴むことはできないですよね。でも、もう仮にこれだけあろうが、もう手は毎回1枚持つだけっていう状態なのでね、ぜひ、使いこなせるようになると、またこうリングの数を増やそうっていう時とかね、ステージで確実にキャッチしたい、必ず役に立ちますので、この取り方やったことない方、参考にしてもらえればなと思います。では今回の解説以上です。この話聞いて、あ、なるほど、ちょっとリングでね、この取り方知らなかったのやってみよう思っていただけたら、ぜひ高評価ボタンお願いします。そしてね、またこういったジャグリング上手になるための考え方や練習方法、いろいろプロとしての経験を情報発信してますので、まだ登録してない方はぜひチャンネル登録して一緒に練習していってください。では今回も動画ご覧いただいてありがとうございました。